ちは、ゆかです。モーニングルーティーンを撮ったのでよかったら見ていてください。まず歯を磨いて顔を洗ったらモイスチャライジングをクリームを塗っていきます。ドクターシェラ、ドイツではナチュラルコスメがすごい簡単に手に入るので、これも1000円以下で購入することができたと思います。8ユーロか9ユーロだったと思います。 DM で売ってるよ。でもし乾燥がひどかったらこのヴェレダのハニークリームを塗って、で髪の毛にはドクターシェラのピュアアルガンオイルを塗ります。ワックスとかはあんまりベトベトして好きじゃないので、そのオイルでもうセッティング完了です。イヤリングをして髪を結んだらリップ、これは沖縄のナチュラルコスメ、これはラベラティントクリーム、 UV クリーム、これすごい最近買って真っ白になっちゃうのでちょっと失敗だったんですけど、今 BB クリームいいのを探してます。眉毛変えたら1日スタートっていう感じですね。次は家にある、火を、暖炉をセットします。これはドイツの伝統的なカヒエルオーフンといって、結構消した後も温かいのが長続きするような構造になっていて、夜中もすごいずっと温かいまま、消した後も持続します。で次はちょっとヨガ、妊娠もう10ヶ月に入ったので結構お腹が苦しく寝るのも心地が悪いので、朝こうやってお腹にスペースを作るようなストレッチをしたり肩周りをほぐしたり、今日は娘が早く起きてたので一緒にやっていました。で腰周りもリセットするようにほぐすように動かしてます。出産の時にこう簡単に筋肉がこう開いて骨盤周りがほぐしとくといいみたいなので、足を動かしたり腰周りを柔らかい状態にするのが大事です。朝はまあ強化するっていうよりかは気持ちいいことだけをやってます。呼吸と一緒にストレッチ程度のヨガです。で余裕があったら朝その後ワークアウト、強化するスクワットとかやるんですけど、この時はもう気持ちいいことだけ、お尻を伸ばしたりとかだったりします。このポーズはすごい気持ちよくて、いつも思いついたらやる感じです。これもお尻周りがすごいほぐれて気持ちいいです。で腰がね結構辛い方も多いと思うので、この動きもおすすめです。できるだけお水たくさん飲むようにしてます、朝はね。今日は結構暖かかったのでまた窓を開けてフレッシュエア、そしてこのフィルター、ウォーターフィルター買ったんですけど、ブリッター、みんな結構おすすめで Amazon でもいろいろ買えます。キッチンリセットやっていきます。朝の食洗機を片付けて、これは米粉で作ったカップケーキ見せてますね。昨晩の夜に作って3個も食べちゃいました。でこの今日の午後に子供と食べたいと思います。お弁当箱に入れるフルーツとか朝ごはんに食べるフルーツを一緒にカットして同時に作っていきます。いちご、りんご、ぶどうがこの日あったのかな。で事前に混ぜておいたミューズリーの素、私はビオのハーフアフロッケンの
この大きいタイプと粉々になったタイプ両方混ぜてます。ヨーグルトを入れてフルーツをたっぷり入れて、なんかフルーツサラダ的な感じで食べるのがうちは好きです。でオーバーナイトでやる方もが普通なんですけど、うちはあのぐちゃぐちゃになるのがあまり好きじゃないので、ある程度歯ごたえがあった方が好きなので、で朝にフレッシュに切ったフルーツとヨーグルト、そしてハーファミルクですね、ハーファミルクと牛乳両方入れていきます。牛乳はちょっとだけでも結構サラサラ状態で食べるのが好きです。みんなお弁当箱といってもお昼はお家で食べるので簡単なおやつを入れていきます。裂けるチーズみんな大好き。あとお弁当に古代小麦を使ったパン、レゾネンブルメケーネっていうあのひまわりの種がたくさん入ったブラウンパンを使っていきます。バター塗って端っこまで塗らないとっていう主人にいつも前から言われてた、端っこまで塗るようにして、でキュウリとサラミ、息子はサラミがよくて娘はピンク の, あのパンに塗るペーストがすごいたくさんの種類があるので、これはピンクのビーツとホースラディッシュ、ヨーロッパのわさびみたいなスースーするやつが入ったのがすごい好きで、なんかピンクを食べると幸せになるみたいで、それで好きなのかな。でも味も結構好きみたいでよく食べます。完成。洋梨も入ってます。で朝ごはんはちょっと味見、カップケーキもほうれん草とあとソーセージとミューズリーです。で食べた後片付けてくれます。息子も娘もできました。余裕があれば朝ごはんの後こうやって片付けて、娘息子は歯磨きやらお着替えをして、で余裕があったら遊んでるのかな。このシューっていうスプレーを Amazon で YouTube で見て、こっちでも買えるかなって見たら売ってたので買ったらすごい良かったです。ワンプッシュでストレスなくこれ長くスプレー出てくれるので気持ちよく掃除ができます。私は水と 10% ぐらいのホワイトビネガーお酢を入れてやってるだけなので、もう安全に子供たちもよく拭いてくれます。でサプリメント最近飲むようにしてて、オーストラリアのやつなのかな、あとビオフェルミン日本でバーバージージーが持ってきてくれました。お腹の成長剤飲んでます。なんか妊婦の最後の月って結構鉄分なかったりとか風邪ひきやすかったりとかしたので、今回はちょっと試して頑張って飲んでみようかなと思ってぎゅーしてますね。大事ぎゅータイム。掃除機ちゃちゃっとかけて、でもう急いでお出かけです。キンダーガーデン、幼稚園はもうすぐ目の前なのでもう歩いて1分2分、まあでもゆっくり歩いてお話とかしたら結構かかるんですけど、目の前にあります。この後お散歩行って近くのバッサーブルグという素敵な街を散歩しました。一人時間、可愛いカラフルなところでとても好きです。晴れてて気持ちいい一日でした。最後までありがとうございます。また今度お会いしましょう。またね。